ナミさん、こんにちは。いつも動画の方ありがとうございます。なんか新月だそうですよね。新月といえば、なんか狼男が出るみたいなことを昔からね、言われてましたけども、あれは最近出ないんですかね、狼男は。狼男の話ってのは、まあ伝説とか、なんかいろんな物語があると思いますけども、私が思うところ、なんか毛深い男性がね、なんか日々女性を襲っていたみたいな、そんなところから狼みたいな人に襲われちゃうよみたいなね、夜夜更かししてると狼男が出てさらっていくよみたいな、そんな子供教育の一環とか防犯意識の表れが、ああいう狼男っていう伝説になったのかなと思うんですけどもね。で、今回の事件なんですけども、ちょっと物々しい話題で申し訳ないんですが、心神喪失状態で、こういったものについてお話していこうかと思うんですよ。今日の事件はまさに事件でですね、5年ほど前に神戸で起きた5人の方がね、殺傷されてしまったという、2人の方が殺されて3人の方が、まあ、深手を負ったというね、まあ、なんかその通り魔かなんか分かんないんですけども、そんな悲惨な事件でございました。その判決が先日出たんですけども、なんとね、無罪ということだったんですよ。5人も傷つけておいて、そのうち2人も殺しておいてね、なんで無罪になるのってことなんですけども、その判決の主文としてはね、心神喪失状態だったと考えられるということで、無罪、責任能力なしっていうふうになったんですよ。で、付け加えるなら、判決は無罪だけども、人を殺してしまったこと、傷つけたことは変わりないんで、これからはね、その辺を反省しながら更生の日々を送ってほしいというふうに言われてましたけども、私がね、ここで思うのはね、どんな事件かというと、そもそもカーッと来て人を殺してやるみたいな状態っていうのは、全員心神喪失状態、いわゆるその、まあ、常軌を逸した行動だと思うんですよね。冷静で平常心なら誰もね、殺してやるとか思わないわけですよ。で、昔その月のね、月の影響で人間の体のこの何ですか、血液の流れでカーッと来るみたいなことがあるから、月夜の晩は怖いみたいなね、月夜の晩には気をつけろみたいな言葉があったかもしれませんけども、なんかそれとね、無理やり絡めてみたいな今回の動画になっちゃいましたけども、でもね、この判決を見て私が本当に思うのは、平常心であろうとも、それこそね、常軌を逸したカーッと来た時期であろうとも、人はそういう時の自分の心のバランスを取るために、いちいち人を殺したりはしないわけですよ。ある時はね、ある人はね、なんかお気に入りの DVD、 アイドルの DVD を見て気持ちを沈めたりとか、ある人はね、こうお酒を飲んだり美味しいものを食べたりとかして、あの自分の心の調整を図ると思うんですよ。で、ナミさんもね、私もそうですけども、ちょっと気持ちがね、荒れた時って、何かしらのストレス解消方法って持つと思うんですよね。でも、いくら心身喪失状態といっても、人を殺してスッとしようなんてことは滅多に思わないわけなんですよ。まあ、ですんで、平常心であろうとも心神喪失状態であろうとも、その中の一部の人がこういう、ね、重大な事件を起こしてしまいますんで、それはそれでね、心神喪失状態とは別に裁かれるべきなんじゃないかなと思うんですよ。で、そもそもこういうふうな人がね、人を何人も殺しちゃったりとか、カーッと来て人を刺すような人が無罪になって、この世の中に放置されているっていうことを考えると、再犯防止にも何もなってないなと思うんですよ。まさかね、その人が平常心をいつでも保っていけるように周りの人に気を使えってわけでもないと思いますしね。そもそもこの人が判決無罪になった人ですみたいなことがわからないんで、そっと隣の部屋に住んでるかもしれないですよね。いや、そんなことを考えたね、事件でございました。まあ、月新月が人間の犯罪に及ぼす効果ってのがあるかないかっていうのは、これはね、都市伝説みたいな話になっちゃいますけども、こういうふうなちょっとね、背筋の凍るような事件って後を絶たないですよね。まあ、人間が生きていれば中にはそういう人いるんじゃないかなって思わないといけないと思いますけども、でもね、何の罪もない被害者の方や、その方を失ってしまったご家族の方、ご遺族の方の方を考えればね、このまんまで済まないんじゃないかなというふうな気がするんですよ。さあ、ナミさんはどのようにお感じでしょうか。ちょっと怖い事件だったんですけどもね、またお考えあればね、教えていただければ幸いでございます。それでは失礼します。ありがとうございました。